てるね。失礼いたします。最初にご覧いただくのは鉄砲隊演舞です。うんうん、いらっしゃいました。さあ、ただいまから関ヶ原町最大の戦国イベント関ヶ原合戦祭り2024の笹尾山会場でのイベントを始めさせていただきます。空港ですので安全ですが、発砲の際には周囲の州真田鉄砲隊は平成6年8月に旧真田町の有志3名により発足されました。関ヶ原鉄砲隊は関ヶ原合戦400年祭りに向けた古戦場の町関ヶ原の地、平成24年に12名の隊員により関ヶ原鉄砲隊が発足しました。は大垣城鉄砲隊、薩摩日置鉄砲隊並びに信州真田鉄砲隊との交流演舞。最初の演舞は信州真田鉄砲隊一本槍隊長の指揮の下で演舞をご覧いただきます。しかもラフセヒロタケ超えて放て次に行っていただきますのは巡射砲術中術です。霊峰大筒前の霊に対し霊峰を放ちます。玉込め船預け立ち放ちによる霊峰構えて火ぶたきで放て今回は火縄銃で始まり、火縄銃で終わったと言われています。使っている火縄銃は、江戸中期から後期のものです。
幕。最北隊をめがけて一斉の砲撃です。構えて火蓋で北隊を目指し一斉砲撃、放て構え。内側区は今隊員が一番より放て。千鳥の隊形、構えて行くだけで、ね、狙うはください。一番より放て。この東夷鉄砲は諸説ありますけど、関ヶ原鉄砲隊としては福島の陣から松尾山を向けて火縄銃大筒を放ったという形で演武を進めております。今ここで撃っている火縄銃の音は松尾山まで聞こえています。統一火縄銃は2万丁とも3万丁とも言われた火縄銃が、また福島隊は2000、3000の火縄銃を持っていたと思われます。まあ、その中で火縄銃、特に腕の優れた50人を松山に向けて放ちます。大筒による火縄銃、火縄け狙うは松山、構えて火縄です。放て。これが発案したと言われています。その中で関ヶ原の漁師竹中が今回四段射砲を真田鉄砲隊と合わせて行います。最後は笹尾山島隊です。一番隊構えて火縄け。一番隊放て。二番隊前構えて火炊きです。二番隊待て。三番隊前構えて火炊きです。放て。四番隊前構えて火炊きです。放て。このような形で火縄銃を三段また四段で手がまりの演武は座禅を組む形をとります。草むらに身を隠し一人一人が話します。前より出走。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 この出走という言葉は立ち出なしによる一斉です。オッケー。構えて火蓋で一斉放て。高いです。真田鉄砲隊、関ヶ原鉄砲隊、大垣城鉄砲隊、正面に対して第1